フリーアナウンサーの相場しおりです。全国各地で地震の被害が相次いでいます。今日は私と一緒に地震や津波から身を守る方法を勉強していきましょう。日本は地球上で特に地震が起きやすい場所にあります。世界の大きな地震のおよそ2割が日本で発生しているのです。地震が起きやすい場所には火山も多いという特徴があります。日本には噴火するかもしれない火山が111もあって、世界の火山のおよそ 7% が集中しています。ここからは気象予報士で防災士の渡辺博秀さんと一緒にお伝えします。渡辺さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、皆さんにここでクイズです。自宅にいるときに大きな地震が起きました。まず初めにしなければならないことは次のうちどれでしょうか。1、身を守る。2、火の始末をする。3、ガスの元栓を閉める。正解は1です。緊急地震速報が発表されるのは揺れが到達するわずか数秒から数十秒前です。まずは身の安全の確保を最優先にしてください。震度6や震度7クラスの地震では立っていることができず、這わないと動くことができない。また揺れに翻弄され動くことすらできず飛ばされることもあります。机の下などに身を隠し、揺れが収まるまで待ちましょう。それでは今のクイズのように地震が発生した時の心構えを学んでいきましょう。地震が起きたらまず身の安全を確保しましょう。落下物から身を守るため、テーブルの下などに身を隠して揺れが収まるまで待ちましょう。ガスコンロなどを使っていて無理に火を消そうとすると、熱湯などをかぶって火傷をする恐れがあります。揺れが収まってから落ち着いて火を消してください。家から避難するときには消し忘れによる火災を防ぐため、ガスの元栓を閉めておきましょう。また通電火災を防ぐため、電気のブレーカーを落とすようにしてください。通電火災は停電が復旧したときにストーブや傷んだ配線などによって発生する火災です。阪神・淡路大震災では原因が特定された建物火災のうちおよそ6割がこの通電火災だったと言われています。揺れている間に慌てて外へ飛び出すのも危険です。ガラスなどが落ちてくる可能性があるので注意してください。大きな地震が起きたら建物の近くは危険です。窓ガラスの破片や看板などが落ちてくることがあります。カバンや上着などで頭を守りながら安全な場所に避難しましょう。狭い道路ではブロック塀や自動販売機など倒れやすいものから離れるようにしましょう。斜面や崖は地震の揺れで崩れやすくなっている恐れがあるので、近くにいるときはすぐに離れましょう。車を運転中に揺れを感じたら追突を防ぐため、ゆっくり左側に止めます。エンジンを切ってドアはロックせず、鍵はつけておくようにしましょう。海で地震が起こると津波が発生することがあります。1983年の日本海中部地震では、大変残念なことに秋田県内では79人もの尊い命が津波により失われてしまいました。津波の恐ろしさを一緒に学んでいきましょう。津波の速さは海の深いところほど早く伝わりますが、深さおよそ5000メートルの太平洋の真ん中ではどれくらいの速さでしょうか。1、ジェット機とほぼ同じ。2、新幹線とほぼ同じ。3、自動車とほぼ同じ。正解は1のジェット機とほぼ同じです。
浅瀬に近づくにつれて速度は遅くなりますが、岸に到達した時でもオリンピックの短距離選手並みの速さがあります。海の近くで揺れを感じたらすぐに高いところへ避難しましょう。津波警報や津波注意報が発表されたら、近くの津波避難場所や津波の心配のない高台などへ避難しましょう。津波は何度も押し寄せます。地震が発生して数時間は海岸の様子を見に行ったりせず、テレビやラジオ、自治体からの情報に注意しましょう。地震発生からしばらくしてから最大の波が押し寄せることもあります。秋田沖の日本海側は太平洋側の沖合に比べて地震活動が活発ではありませんが、過去百数十年の間にご覧のような大きな地震が発生しています。1983年の日本海中部地震と1964年の新潟地震、1833年の庄内地震の震源域の間に挟まれた海域では過去に大きな地震の発生が知られていません。このため赤い色で囲まれた海域を地震の空白域とする考え方もあります。秋田県では秋田沖の日本海で東日本大震災のような連動型の巨大地震が発生した時の被害想定をまとめています。それによりますと、冬の深夜に日本海の3つの海域でマグニチュード 8.7 の連動型の地震が発生した時、死者の数が1万2000人以上、けが人の数がおよそ1万4000人に上ると試算しています。渡辺さん、海の近くに学校や家、職場がある人は普段からどのようなことを心がけておけばいいのでしょうか。はい、海の近くで強い揺れを感じたら警報などの情報を待たずに直ちに高い場所へ避難してください。忘れ物をしたとしても絶対に元の場所へ戻らないようにしてください。海が見えない内陸でも川を遡って津波が押し寄せることがあります。高台がすぐ近くになければ頑丈で高い建物に上がりましょう。津波が収まったように見えてもすぐに海の近くに戻ってはいけません。津波は繰り返し何度も押し寄せます。警報が出ている間は安全な場所に留まってください。各市町村では津波がどこまで押し寄せるかを示した被害予測地図、ハザードマップを作成しています。こちらは市町村の窓口やインターネットなどで確認することができるので、ぜひ自宅や学校、職場の状況を確認するようにしてください。海の近くに学校や家、職場がある人は避難場所はどこか、最も早く避難できるのはどのルートなのか、実際に歩いて確認するようにしましょう。また小さな子どもや高齢者、体が不自由な方のいる世帯がないか、地域住民の間で情報を共有しておくことも大切です。地震が起きたとき家族が一緒にいるとは限りません。学校、家庭、職場からそれぞれどこへ避難するか、どうやって連絡を取り合うかなど、家族みんなであらかじめ確認し話し合っておきましょう。突然大きな地震が発生すると誰でも慌ててしまいますよね。相葉さんは普段から地震に備えてどのようなことをしていますか。私は万が一の時に備えて懐中電灯やラジオ、食料を準備しています。いい心がけですね。懐中電灯やラジオを準備するのと同時に、地震への備えとしてまずやっておきたいのが家具の固定です。転倒防止のため L 字金具で家具と壁を固定します。アパートやマンションに住んでいると壁に穴を開けられないケースもありますよね。壁に穴を開けられない場合は突っ張り棒などを活用しましょう。テレビや家具の下に敷いて倒れにくくする耐震マットもあります。
割れたガラスが飛び散るのを防ぐため、窓ガラスにフィルムを貼るのも怪我の防止に有効です。地震は突然襲ってきますので、日頃の準備が大切です。毎日の生活で欠かすことのできないもの、例えば水、食料、薬、お薬手帳のコピーなど、自分や家族にとって絶対になくてはならないものを事前に非常持ち出し袋に準備しておき、持ち出しやすい場所に置きましょう。またラジオや懐中電灯などはいざという時に使えるかどうか日頃から確認しておいてください。割れた窓ガラスや食器などで足を痛める恐れがあります。寝室にスニーカーを置いておくとより安心でしょう。新型コロナウイルスなどの感染症対策も忘れないようにしましょう。最後に皆さんにぜひ知ってほしい言葉があります。災害から命を守るためには、自助、共助、公助が大切です。自助は災害が起きたときに自分や家族の身を自分で守ること。例えば非常持ち出し品の準備、避難所の確認などです。共助は近隣住民や地域の人たちが互いに協力して助け合うこと。例えば高齢者や障害のある方の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うことです。普段から挨拶をしたり声を掛け合ったりするなど、日頃のお付き合いを大切にしましょう。公助は国や都道府県、市町村などの公的機関による援助です。皆さんに知ってほしいのは、災害の規模が大きければ大きいほど公助は行き届きにくくなるということです。だからこそ日頃から自助、そして共助の力を高めておくことが重要なんです。阪神淡路大震災では、倒壊した建物から救出されて生き延びることができた人のおよそ8割が家族や近所の住民などによって助け出され、消防や警察などに救出された人はおよそ2割だったという調査結果があります。東日本大震災では行政機関が被災して支援活動ができなかったケースもあり、自助・共助による活動に注目が集まりました。ここで日本赤十字社の取り組みを紹介します。日本赤十字社は災害時に医療救護や被災者の心のケア、救援物資の配布、血液製剤の供給、義援金の受付と配分などの活動を行っています。このほか防災・減災に向けた活動にも力を入れていて、皆様の地域に出向いて防災セミナーを開催しています。セミナーでは災害の備えなどについての講演のほか、炊き出しなどの体験プログラムも提供しています。自治会や町内会、学校、赤十字の活動に協力している企業・団体は原則無料で受けることができます。自助・共助の力を高めるためにも、こうしたセミナーはぜひ積極的に活用してほしいですね。はい、地震や津波から命を守るために普段からの心がけを大切にしましょう。